予報センターから台風14号の最新情報をお伝えします。はじめに衛星画像をご覧ください。フィリピンの東海上に発生した台風ですけれども、次第にこう発達する傾向が見られています。最初の段階では積乱雲の塊という状況だったんですけども、衛星画像で見ましても少しずつ渦を巻く気配が見え始めたといったところです。この台風の今後の動きということになりますけれども、こちらになります。台風は西寄りのコースを基本的に進むというような状況ですね。現在の台風の勢力ですけれども、中心気圧が998ヘクトパスカル、最大風速が18メートルということで、やっと台風というランクに到達している状況です。ただ今後北西方向に進んで、その後西寄りのコースを進みますけれども、発達をしながら進んでいくことになりそうです。今ご覧いただいているのは右側にありますけれども、明日1日15時の勢力、あさって15時の勢力、中心気圧が少しずつ下がっていくのが分かるかと思います。そして3日960ヘクトパスカル、発達が急速になってきて、強さの階級 強いという形になります。そして4日になりますと950ヘクトパスカルで非常に強い、そして5日台湾の南あたりを想定されますけれども、非常に強い勢力をそのまま維持するということになりそうです。ということで来週中頃になりますと先島諸島、こちらに非常に強い勢力で、接近していくということになります。現在の風の状況です。フィリピンの東海上に渦がはっきりしています。衛星画像を重ねてみると、ご覧のような形になっています。まだ中心近辺に雲が集まっていないという状況ですが、先ほどの発達の状況から見ますと雲が次第にこう中心近辺にまとまってくるということが想定されます。そして今後の動きなんですけども、明日1日15時、そしてあさって2日ですね、2日の15時、だんだんと先島諸島に近づくような形になってきます。まだこの時点では雨のエリアがかかるかどうかギリギリの状況ということになります。特に強いものがかかるということはなさそうなんですけども、次第に風の方は強まってくるということになりそうです。そして波の様子です。明日朝9時からの状況を見ていただきたいと思います。まだ明日の段階では特に高い波という状況にはなっていませんけれども、2日になってきますと3メートルクラスのやや高い波が近づいてきて、4メートルのしけというのも2日の夜にはしけ模様になってくる可能性が高いというふうに見ています。台風14号、このあと次第に北西方向に進み、来週の中頃になりますと非常に強いという勢力で先島諸島に近づくことがありえます。今後の台風の情報、動きについてはウェザーニュースアプリの方でご確認ください。